今日のちょっと配信の説明をさせてほしい一旦させて。今日は、私が食べたかったけれど食べられなかったハニートーストを作っていきたいと思います。そして今日はハニートーストができたら一旦配信を止めます。なぜかと言ったら写真撮りたいからです。止めます。はい、ごめんなさい。でその後止めるけどまたやって食べます。そこまでやります。よろしくお願いします。ということで私はこの今日のこのハニートーストのためにご飯もほぼ食べてないわけですよ。もうだってこんなん食べたらさもう超デブじゃんでもお腹ペコペコなの。だからコンディションは超いい感じで、あの一斤のパンを見つけられなくて、全然あれなんですけど、パンとかその正確に用意はできなかったんですけど、まあ、似せて作っていきたいなと思います。ということで早速作っていきましょう。イエーイ。はい、ではまず用意するもの、食パン。これはなんか厚切りのもっちもちの4枚切りの2枚を使っていきたいと思います。はい、これは私の最後の晩餐なので皆さんよろしくお願いしますこれガチね、ガチ最後の晩餐だから。まずは食パンをお皿に出していきたいと思います。私は今日甘いもの食べたらもう1週間食べないって決めたんで、もうそんくらいの気持ちで今日はカロリー爆弾制作していきたいと思います。で、まあ、せっかくこうパンが分かれてるのでもうこの間にもなんか甘いものを入れていきたいと思います。わ、待って、あ、めっちゃいいこと考えちゃったけどちょっとあっちに行かなきゃいけないから悩む。どうしよう、どうしよう、めっちゃお腹空いたんだよね。本当に今日完食すらしてなくて、お昼ご飯もおにぎり1個しか食べてないの。だってこれを食べなければならないから。どうしよう、みんなめっちゃいいこと考えたから、でも やっぱいいや。まずこちらのチョコレートをこのパンとパンの間に塗っていきたいと思います。皆さんこんばんは。これはすごい美味しそうだなって思って買いました。なんかフランクフルトみたいですね。いきます。今日はね夜ご飯ね食べないんです。これ食べるから、これが夜ご飯です私。ビョーン。冬だからかちょっと硬い。てか今日お月様赤くないですか、皆さん見ました？どう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 、伸ばすべき？ゴミ箱。伸ばしてみるか。皆さんこんばんは。あ、伸ばさない方が良かった。スプーンに全部つく。あ、そんなことないわ。もうホワイトチョコが消えたわ。じゃーん。もう美味しそうですね。もうこのままでも絶対美味しいと思います。はい、美味しい。でもハニートーストは実は多分意外とすぐできる気がするんですよ。はい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 。なのでもう次の工程に行きたいと思います。
次は、これを挟んでいきたいと思います。よいしょ、おー挟めました。ということで、ここからはですね、あの制作に移っていきたいと思います。でも分かんないんですよ、実物を見ていないから。こう何が入ってるとか、何が載ってたとか、どう載ってたとかまで私詳しく分かんないんで、まあ、皆さんが教えてくださいね。ではまず土台を作っていこうと思います。今回のハニトーの土台を作っていきたいと思います。こちら、ババババン、ケーキドーナツこれはこのいちご色みたいな赤色のやつが乗ってたんですけど、本当はちょっと赤色のドーナツは見つけられませんでしたので、今回は白と黒をいい感じに調合していきたいと思います。乗ってましたね、これめっちゃ美味しいんですよ。これそのまま食べてもめっちゃ美味しいんですけど、今回は特別アレンジをしていきます。はあ、これがもう美味しそう、これ食べたいもん。じゃーん、土台いいんじゃない、ぽいぽいぽい、どうですか、ぽくない、ハニトーっぽさが できてます。どう、中坂さん大人っぽくね、そういえばお誕生日のお祝いしなきゃだよね。ちょっとハニトーできたらまた後でさ、ちょっと今ね画面が遠くてコメントがほとんど見えなくて、だから後でまた教えてください。こんな感じ、ちょっと土台でここにあれを乗っけるから、あれをね、だからそのあれの前にあれしていきたいやばいね、ここにあれを乗っけるから、あれの前にやっぱあれしないといけないんですよね。ということでこちら、バババン、ホイップクリームということで、これはもう泡立てなくていい、でも泡立てる方買ってきた方が良かったかな、だってそしたらさ泡立てる労力でさカロリー消費できたよね絶対。もうマジでみんなに聞いてほしいの、今日ねこれを食べるために朝ごはんはちゃんともりもり食べちゃったんだけど、昼ごはんはおにぎり1個にして完食もしてない、お茶しか飲んでない、それでいて私今日これ食べるために5キロ走りました。もうねほぼゼロカロリーっしょほぼゼロカロリーだよね、だって5キロも走ったんだから今日。もうおかげさまで足パンパンです。ということで絞っていきます。でもこういうのセンス問われるじゃん、マジセンスないんだよね。みんなには見えないっていうね、この工程が、ちょっと待って工程見えるようにするわ。うわギリギリ見えない、床映るよねこれ絶対。まあ、ギリ見えてないんですけど、まあ許容ってことで。いいんじゃね？
めっちゃいいんじゃね。ちょっとこことここは乗せれねえわ、ちょっとさすがに。お口が悪いようですね。え、どこ、あとどこに移動するべき。ここはちょっともういる、先約いるんですよ。どう、あとどこに絞る。あとでこれ追いホイップもできますから、はい。もうめっちゃうまい。あー、やばいやばーい。ね、もうアイス乗せて仕上げしたいんだけどさ、ちょっと待ってて、ちょっと待って、もうチャージャージ入ってるのバレたし最高。ください。あの緊急事態っていうか、なんだろうね、すれ違いみたいな、気持ちのすれ違い通信みたいな感じ。うん、気持ちの、あー、やばい、全部アイドルの裏側全部バレてる、最高。あの気持ちのすれ違い通信で、ママサカが今これにかける蜂蜜を買いに行ってくれてるらしいんですけど、蜂蜜が届くまで次の工程に行けないということが決定いたしたんですけど、どうしよう、どうしよう、どうしようか。え、どうしようか。やばい、どうしようか。そう、ハニーがなくて今。ハニートーなのにハニーない、確かにやばいよね。ハニー家にあると思ってたらなくって、買いに行ってくれてるらしい。あ、歌う、歌うか、歌うか。今日充電あるんですよ。拍手。イヤホンがさ、ここにブシュッとかいかないのをちょっと願わないといけない。何歌おう、じゃあ。あ、お誕生日、お誕生日お祝いしようかな。いたよね、さっきお誕生日の方。お誕生日の人ちゃんと言ってください。お腹空いた、早く早く早く。確かに歌ったらカロリーゼロだ。あ、ゼロじゃないけど消費だ。あ、昨日誕生日でした、おめでとう。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear さん。 Happy birthday to you. お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうございます。パチパチ、本当におめでとう。でも最近ちょっと中坂、じゃあ中坂のとこ来るの久しぶりじゃないですか。どうです、最近中坂以外の子ばっか見てるでしょ、ずっと。私は知っています。ということで、今年の1年は、中坂美優ちゃんがめっちゃ大好きになっちゃう魔法がかかってしまったので、今日で中坂美優ちゃんばっか見てしまう、目で思わず中坂美優ちゃんを追ってしまう、そんな人生に一生にしてください。本当仕事してるのよ。お仕事お疲れ様です、それは申し上げ。でもどうですか、公園でも中坂美優ちゃんやの見てませんか。はい、あのもう大好きな魔法にかかってるので、え、すごい、なんかこれ大好きな魔法にかかってるので、もう中坂美優ちゃんばっか見ちゃうと思います。お誕生日おめでとう。今年は中坂一色の、中坂色強めの年にしてください。じゃあちょっとまだ完成途中だけど、ケーキに見立ててふーってしときますね。ふー。
おめでとう。はい、本当におめでとう。さあ、長坂みゆちゃんのお腹がもう結構限界を迎えに来ております。迎えにじゃない、迎えてきております。途中でいいの？ふう、おめん、おめん。やばい、アイムハングリーすぎる本当に。ママサカ頑張れ。いいみゆ中坂やな。いいみゆ中坂の日、わかんない、ママサカがどこまで行ってるかわかんないですけど、お腹が空いた。ハニトーもトーストしてなかったくないですか？わかんない、写真見た感じトーストしてないかなって思いました。あー、今めっちゃ大音量で鳴ったね。しかも変な音だった、恥ずかしい。徒歩で行ったの？まあ、まさかの移動手段徒歩くらいしかないですね。走れないと思います。でもさ、ドーナツ食べたら絶対これ食べれないもん、うん、私は知ってるよ、ハニトーがどれほど恐ろしいものか。軽くトーストしてるんだ、こだわり強いな。じゃあトーストしてこればよかった。寂しそうな犬の鳴き声みたい、恥ずかしいな、ちょっと。そうマジでお腹すいた。今日はあのストレートヘアを久しぶりにして清楚感を出しつつ、かあの本当可愛い服を着ようと思ったんですけど、エプロン着るから何でもええやってなって、あのいつもの服になりました。前髪切りたい。あ、歌います。あ、歌っとこうかな。歌ったらお腹空いてることも忘れれるかな、忘れられるかな。ハニトーはまだ作ってない。今はハニー待ち。いやー、クリームがね、ほらこういうことになるんですよ。よし、何にしようかな。まあ多分到着まで時間があるので、久しぶりに日向坂さんでも歌おうかな。日向坂さんのね、最近歌いたい曲があったんだけどね、何の曲だったかな。思い出した、歌います。空のキャンバスに指で描くような白い飛行機雲、どうやって飛べば雲ができるのか、君が突然僕に聞いた。止まってたよね、ごめんなさい。どうしてなんだろう、僕も知らなくて答えに困ってたら、あれは飛行機の涙じゃないかな、君がぽつりと言った。僕たちは晴れ渡ってて、悲しみのどこにもないって思ってた。微笑んでた君がある日、振り向いたら泣いてたなんて、そんな
ことってあるのかなって僕は不安になった。飛行機雲って自分じゃ何も気づかないうちに雲を作って、だからこんなになぜか切ない景色に見えるかもしれない。あああ、私この曲最近好きなんですよ。秋にすごい聴きたくなる。風が吹き抜けて長い髪が揺れ、そっと手で押さえた。君はなんとなく胸のざわめきを感じたんだと思う。愛しさを言えないのなら僕たちは信じればいいんだ。この先に自分だけが落とし物をしていないとうぬぼれてた。愛しているって確かめたって、きっと答えられない。まさかこんな幸せにさえ見えない何かあるんじゃないか。それでも僕は君と一緒にこの空を飛びたいと願う。息が続かなかった。地上を体すら見えてど飛行機雲は見えててもエンジンの音何も聞こえてこないね。僕が思ってるよりも泣いてる君は遠くにいて、声かけてあげることもできなくてごめん。なんかちょっと違いました。微笑んでた君がある日振り向いたら泣いてたなんて、そんなことってあるのかなって僕は不安になった。飛行機雲って自分じゃ何も気づかないうちに雲を作って、だからこんなになぜか切ない景色に見えるのかもしれない。はい、ということで日向坂46さんの飛行機雲ができる理由聞いていただきました。まだ到着しないので次の歌を歌いたいと思います。最近歌ってないとかね、あんまみんなが聴かないような曲がね好きです。私は最近聴いてないなみたいな曲が好きですね。何にしようかな。うーん、やばい、もう甘い香りがさすごいの、どうしたらいい。甘い香りが本当にすごいわ。何にしよう、今すごい悩んでる。ちょっと待っててね。みんなが最近聞いてない曲がいいからな。何聞いてるんだろうみんな最近。これ先最近聞いたわ。ごめん、好きな曲先行しちゃった。歌えるかな。
めんなさい。風が木の枝を揺らし、枯れ葉たちが舞い始めたら、街はカーディガンを着るように、冬が静かに近づいてくる。バスの停留所で君を待っていても、沈む夕日が早くなってきて切ないよ。あっという間に少女は大人びて、少し薄暗い道走ってくる。ずぶっと束ねたその髪ほどいてたから、昨日と違う見たことないオーラだった。冬の制服と気持ちはどこで着替えればいいのだろう。衣替えなんて先だけど、地面からそう冷えてくるよ。バス乗ってるランプを僕はやり過ごして、部活帰りの君を待っていた。会いたくて、あっという間に少女は美しく、二人同級生と思えないよ。同じ中学の頃にはみんなのように冗談言ってごく普通の君だったのに。あっという間に少女は輝いて、今の帰り道では眩しすぎる。僕の声も聞こえない遠い場所へと、君は一人で大人の国行ってしまうの。ということで、あっという間の少女を聞いていただきました。イエーイ。あっという間に時間は過ぎ去っていきますが、ママサカは帰ってこないということで、もう一曲ねえ、いや帰ってきてないですもういい、好きな歌歌っちゃうもんねえだ。あ、帰ってきた。帰ってきました。え、ホイップクリームの生命力すごくない？やばい、ご飯のスイッチ入れてる。じゃあちょっと取りに行ってくるわ、いろいろ。うん、
何でもいいよ。なんかさ、蜂蜜だけだと思ったらさ、蜂蜜だけじゃなかったみたいでさ、すごいんだけど。ちょっとみんな待って、扉閉まんない、もう手がいっぱいで扉閉まんないよみんな。じゃーん、なんかいろいろ届きました。ということで、私はあのここにこれを入れたいわけです。これを入れていく。私大好きなんですけど、硬いかな。やばい、美味しい。やばい。ちょっとさ、ちょっと想定外だった、アイス出しとくべきでしたね。歌ってる間に溶かしておくべきだった。これやばくない、どういう状況。マジでピクリともしない。スプーンの方が曲がっちゃうよ。手が冷たくてさ、冷たいです。ちょっと待ちます。これ待ちだったのにね、さらに待つっていうね、面白いです。いろんな方角から攻めてみる。あ、来た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 。これを入れていく。これ少しずつこう削り取って入れていく。きた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 。もう一丁いけるな。こんなもんじゃね。どうどうどう、もうちょっといける。おお、どう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 、まだいける。もういけないっしょ。いける、まだ。あ、やばい、アイスが全部出ちゃう。でーん。音。ここからはもう時間との戦いですから。生クリームを追い、生クリームをしていく。よしよし、とりあえずこんなもんだろうってくらい乗せたので、これでしょ。
よし、ただいまこんな感じでございます。おおおおおお、いい感じよ。次はこちらです。こちらなんと配信当初からですねこの部屋にいる冷凍フルーツでございますけれども、大丈夫でしょうか。どうしよう、開かない、開かないよみんな。破いていい？いいよ、ありがとうございます。あ、破けない、あ、破けた、はい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 、はい、あ、もう破けました、ありがとうございます。乗せるのがむっちゃむずい、やばい、激ムズなんだけど。だってさ、こうやってやったら落っこちちゃうもん。あえ、めっちゃ難しい。え、どうどう、え、めっちゃ良くない、え、どうどう、え、いい感じだよね、やばくない。あと何がいる、あ、ハニーか。え、ハニーの前にお母さんがバナナを切ってくれたのでバナナもちょっと乗せていこうかな。これはもう完全中坂オリジナルバナナね。はいはいはい、バナナ乗りました。で、これも買ってきてくれたのでアポロも乗せます。やばい、ミックスベリーうますぎるわ。今ちょっとつまみ食いして結構感動して、これなんかレアなやつ入ってるらしい、レア、これレア、あー、レアない、どうどうどう、めっちゃいい感じじゃない。これにあともうハニーかけたら完成じゃない、みんな。じゃあちょっと最後の仕上げいっちゃいますか。では最後の仕上げ、ハニータイムです。盛りすぎてもうこの位置で見えますか。いきますよ、ハニータイムまで3、2、1、バン。あ、もうやめとこう、罪悪感でいっぱい。じゃーん、やばい、めっちゃ美味しそうなんだけど、やばい、じゃーん、ということでハニートー完成しました。
しました、イエーイ。そう、ちょっと透明だから分かりづらいんですけど、私があんま蜂蜜が得意じゃないっていうのもあるんですけど、ちょっとあんまかけませんでした。ということで食べていきたいと思いますが、その前に一旦ちょっと待ってください。